野崎チャンネル。ちょさあ月曜日です。総チェックということで、9連戦ね。まあパリーグは金曜日ね相手っていうところになりましたけど、セリーグは9連戦ね。まあここから優勝争いどうなっていくのかっていうところで、佐々木とや総チェックで皆さんお楽しみにいただいてね、プロ野球楽しんでいきましょうということで、金曜日はセリーグだけというところでね、まずは DeNA 対ヤクルトね。5対2で DeNA の勝利というところで、 DeNA はやっぱり最下位ヤクルトに星を一つも落とせないというところで、初回ね初戦に先勝というところでは大きかったんじゃないでしょうか。 DeNA 先発ね石田、7回92球4安打5三振1四球2失点というところで、ちょっと序盤ねバタバタするけども、まあそこからは尻上がりに良くなってね、4回以降ノーヒットというところで非常にグッピッチ、このね腕が若干遅れて、このねこういうね無知みたいになるところが、球持ちもよくねバッターとしては思ったより急速くる差し込まれるっていうところはねあるんじゃないでしょうかというところで、無傷の4連勝グッピッチね。でヤクルト先発高梨、6回104球7安打3三振1球3失点、まあ最低限試合作ったけどもね、まあ序盤の先制をね生かしたかったっていうところで、ヤクルトはね初回先制、中岡宮本、連続ヒット、ノーアウト1塁からサンタナ三振するけども、ワンアウト1塁から村上がねライトへ先制タイムリーヒットで1点先制、なおもワンアウト1塁からオスナセンターフライ、太田センターフライというところで、ここでもう1点ねパパーンとオスナがね打ってれば、もうちょっとね楽な展開で勝てた可能性もあったね。でそしてその後ね、3回表先頭ね1番長岡がツーベース、で宮本がきっちり送りバント決めて、ワンアウト3塁からサンタのフォアボールで、ワンアウト1、3塁から村上がレフトへ犠牲フライを打って、しっかり追加点の2点目ね。まあこのままねヤクルトベースで行くかなと見せかけてね、3回裏 DeNA の攻撃、先頭桑原ねセカンドで内野安打フォアフォアフォアって言ってね、まあ、ファーストヘッドスライディングね、まあ、あれはね守備山田もね精一杯のプレーでしょう。でノーアウト一塁から初球の、ね、フォークボール浮いたところを、梶原がライトスタンドへ同点のツーランホームランで、 DeNA は、ね、4回三者凡退、5回ランナー1人出すけども後続続かずというところで、なかなか、ね、勝ち投資、勝ち越し点、ね、取れないところ、6回の裏、ね、ワンアウトから山本が、2球目、ね、ど真ん中に入ったストレートインコースになったの球が、ね、甘く入って、それをレフトスタンドへ勝ち越しのホームラン、そして、7回裏にはね渡来の内野安打、そして桑原の送りバンドをピッチャー大西がファンブルエラーで、ノーアウト1塁になって梶原は三振するけども、ワンアウト1塁からね大西のワイルドピッチ、まあ後ろもよく止めたけどね、ちょっと打球見失ってねランナーがしっかり走塁っていうところでは、そこをねしっかりね走者がね隙をね見過ごすとなく走り切ったっていうところはね非常にねグッソリだったと思います。そして、ワンアウト2、3塁になって、佐野がねフォークボール低め難しいところでしたけども、ライトにタイムリーヒットで、4点目、そしてワンアウト1、3塁からオースティンが犠牲フライで5対2、まあいい感じのね7回ダメ押しになりましたし、ヤクルトはね4回以降4回三者も4、5、6、7、8とね三者凡退で、9回ねピッチャー山崎康隆が出てきて先頭サンタのフォアボールになるけども、村上、オスナ、太田三者連続三振でゲームセットということで、久しぶりに山崎康隆にセーブ、石田負け知らずの4連勝ね、いい形の勝ち切りゲーム、先制中押し倒しとね、 DeNA は素晴らしかった、ヤクルトはね序盤のね得点をしっかり守りきりたかったっていうところと、やっぱ4回以降ノーヒットはねなかなか厳しい試合展開になりましたね。 DeNA ヤクルト戦9日試合の補足ですけども、ちょっと言えてなかったんですけども、2回の裏ノーアウト1、3塁強打のファーストゴロ、ファーストオスナホームでキャッチャー内山、3塁ランナーマーキーがタッチアウトというね状況のところで、まあコリジョンルールについてっていうところがありますけども、正直そのまあジャンプしてね落下地点がまあ走路のところにいたっていうところで、まあわざとじゃないから、これはまあ不可抗力なんだけども、まあ強いて言ったらもうルールが分かりづらいっていうねところはあるんで、もう入ったらダメなのか、入っても入る内容によったらいいのかっていうねところが多分ファンの皆さんもやきもきしてると思いますけども、まあ一つのやっぱりね観点から言うと、ジャンプした位置が分かんなかったんだけど、あれもし走路にいてそっからジャンプして走路に落ちたんだったら、俺はコリジョンルールやと思う。それがホームの前にきっちりベースも踏まないでホームの前に立っていて、でジャンプしたことによって走路に落ちてしまったんだったら、これは仕方ないと思う。
だからね、どっからジャンプしたのかが非常に重要で、まあ、そこまで映像ちょっと見切れなかったんで分かりませんでしたけども、仮にベースの上に立っていてジャンプしてベースの上に落ちたんだったら、俺はもうこれはコリジョンだと思う。でも先ほども言ったようにホームの前に、ね、ベースも踏まないで前に立っていてジャンプしてソールを落ちたんだったらこれは仕方ない。であとはもうこれ怪我するからもう避けちゃうんだけども、野球のルールって全般的に避けたら全部ルール適用されなくなる。だからもうキャッチャーもね、盗塁の時にバッターが打席の外に出てきましたと、空振りした後なんでもいいし出てきましたと、人間の本質としては避けてちゃんと投げようとするんだよ。避けてちゃんと投げようとしてそれが悪送球になったとしてもそれは守備妨害適用されないのよ。もうわざとバッターに当たるか、わざと打者にわざと当たるか、打者にも投げて当てる、そしたら守備妨害になるのよ。だから避けちゃダメなのよ。走塁のね、あの3フィートも避けたらアウトになるのよ。避けなかったらね、避けたらアウトになってファースト1ランナー1塁でセカンドゴロ、タッチされまいと避けました、3フィートでアウトになりました、ファースト投げました、ダブルプレーになるのよ。もうあそこでやるべきことは避けないでもう当たる、でもそしたら守備妨害になるのか、まあ難しいね。あとはまあタッチしに行こうとしてる、一切見せなかったら3フィートにならないからね。だからそこら辺ね、いろいろ野球ねルールが難しいところもあるんで、まあ、この説明で言うと、これ以上の説明で言うと、さっきも言ったようにどっからジャンプしたかが俺は重要だと思うね。それがコリジョンかコリジョンじゃないかと思うけども、まあ正直コリジョンもルールが適当っていう言い方したらおかしいけども、あの主観によるからね、審判のね。だからそこら辺はまあ難しいかなっていうところはあります。はい、追加説明でした。はい、10日の試合14対4で DeNA の勝利というところで、 DeNA 先発大貫、7回99、7安打5三振、1四球4失点と、まあ4失点するけども、まあ大量援護に恵まれてっていうところもありましたし、ヤクルト先発高橋奎二、1回3分の2、50球、6安打1三振、39、1デッドボール、7失点。まあでもこれね、ちょっとホームのメカニックが悪いね。状態突っ込みすぎだね。左足にたまってない、左足の股関節のところに全然パワーがたまってなくて、ただ足上げてるだけでそのまま前に行って突っ込んでいくから、なんかもう前に倒れていく感じだから制球も悪いし、あとそれでコントロールしようとすると腕も振れないから球も弱い、全てそこ、左足の股関節の体重乗ってないで前に突っ込みすぎ、これです。それさえ直せれば、腕の振るところがしっかりあるからしっかり投げる。今腕の振るところないよ、突っ込みすぎだよね。まあそういったところで、7失点ね。でもこれ味方のミスもひどいよ、エラーつけてあげてほしいね。まあ、初回ね、 DeNA 桑原レフト前、梶原アウトになるけども、佐野がフォアボール、そしてオースティンもフォアボールで、ワンアウト満塁から宮崎デッドボールで、ワンアウト満塁からね、ストライク取りに行ったところ、牧レフトへタイムリーヒットってあるけども、サンタナバッと普通に取れます、ていうかグラブに当たってます。これ犠牲ぐらいで1点取られただけで、だからこれ2失点で済んだね。3点は取られなかった。あとこれね、ポロンチョしてるのにセカンドランナーは満塁からだからホーム帰ってきてるのに、ファーストランナーの宮崎がサード行けてないのよ。ここはやっぱサード行って2、3塁作って松尾の打席でもう1点2点取れるところがあっただけに、まあ、ちょっと全体像の走塁が見えなかったから分かんなかったけども、あれをね、やっぱ3塁2塁に行けてないっていうところはちょっと走塁意識がね低いんちゃうかって俺は思うけどね。ヤクルトは2回の表にね、ワンアウト2塁から宮本はタイムリーヒットを打って1点返して、まだまだいけるよって言ったところで、2回裏、先頭西浦がヒットで、大貫送りバントを決めて、桑原がレフト前ヒットで、ワンアウト1、3塁から梶谷がレフトにタイムリーヒットで、ワンアウト1塁から佐野がライトオーバータイムリーツーベースなんだけども、照明が入って、あれもう完全真ん中切ってたら宮本顔当たってたでっていうぐらいも見えてなくてね、まあ仕方ないけどね。でももうついてない、高橋奎二にとってはあれ普通にライトフライだからね。でその後オースティン打ち取ってたら、こう1点で済んでたから、まだ 2回で3点しか取られてないのよ。そういったところで言うとこれ7対1だからね。でその後ね、2アウト満塁からピッチャーロドリゲスに代わって牧がね、レフト線ツーベースを打って7対1ね。で4回裏、三野のタイムリー、そして、松尾のタイムリー、この日猛打賞松尾配ってるね。で、6点9対1で、ヤクルトはね、5回表に西田のね、ダブルプレーの間にね、1点取って、ちょっとずつでも返していこうって言ったところもあるけども、5回裏ね、ピッチャー石山ね、佐野がタイムリー、そしてオースティンツーランホームラン。で、ヤクルトは7回にね、長岡がツーランホームランを打って、ちょっとずつでも返していくけども、8回には、海老名の内野ゴロの間に1点上げて、梶原のタイムリーヒットというところで、この試合ね、2番に入った梶原が6打数5安打、2打点。で佐野が4打数3安打3打点で、4番オースティンが3打数2安打2打点1ホーマーで、5番宮崎が1打点、ね、で6番牧が5打数2安打4打点、7番松尾が5打数3安打、ね、
8番に入った西浦4打数2安打もう全員活躍19安打14得点 DeNA としたら、完璧な勝利。ヤクルトとしてはやっぱりミスだね。サンタナ宮本、まあ、宮本は仕方ないけどねライトに入ったっていうねところもあるけども、でもそこにライトがある分かってたらどうにかもうちょっとっていうところもあるし、高橋圭としてはちょっとついてなかった一戦になりましたね。あとはホームのねあのそこの修正だけだから、そしたらいいピッチングできるんちゃうかなって佐々木的には思います。 DeNA はね14対4完璧な勝利大きかったと思います。 A クラスに向けて 今3回ヤクルトに負けるわけにはいかない勝利でした。 DeNA 対ヤクルト4対5でヤクルトの勝利ということで、このカード DeNA の2勝1敗で勝ち越しってなりましたけども、ヤクルトねなんとか3連敗阻止、 DeNA としては一気に3連勝カード3連勝ねしたかったっていうところで、ヤクルト先発奥川5回74球5安打1三振2四球3失点で、 DeNA 系6回101球5安打3三振3四球3失点っていうところで、まあ、2人ともまあ最低限ね9大点っていうようなピッチングはしてたけども、ヤクルトはね初回ワンアウトから長岡がライトスタンドへホームラン、そして3回に先頭岩田がねセーフティーバントね、もうライン上オンザラインで止まってね成功で、奥川がリバウンドをしっかり決めてワンアウト2塁から増田がね1塁線を抜けるライトへねタイムリーツーベース、そしてワンアウト2塁から長岡がセンターへタイムリーヒットということで、1打席目ホームラン2打席目タイムリーヒットと長岡大活躍、これで3対0、まあ、このまま行くと見せかけてね4回裏DeNA の攻撃、先頭梶原センター前ヒットで、佐野がフォアボール、ここ痛かったかな。でワンノーアウト1塁からオースティンねファーストハーフで打ち取るけども、ワンアウト1塁から宮崎がレフトスタンドへのスリーランホームラン、宮崎クパティポール際ちょっとひょーってねちょっとスライスして帰ってきたっていうようなね、これで同点、これでねDeNA 一気に行くかなっていうところで、この5回の裏ね2アウトからだけど桑原フォアボール、梶原ライトへツーベース、2アウト2、3塁、ここで佐野が1本打ってたらね DeNA 決まってたね。しかし佐野がねここセンターフライでねきっちり返せずね、で6回にもねランナー1人出すけども連打続かずっていうところで、ヤクルトもね、4回表、村上のフォアボールでサンタのところで牧の悪送球バーッとで、松本がね、サードゴロでアウトになるけども、また山田フォアボールで、ここワンアウト満塁から岩田キャッチャーゴロっていうところで奥川三振、ここで1点でもねヤクルトも取れてたらもうちょっと楽な展開だったかなっていうねところもあるけども、7回表ね、ワンアウトから代打太田がね内野安打で、増田が送りバントを決めて2アウト2塁で、ここで長岡がライトスタンドへのツーランホームラン、今日2本目グバテね、これ最短安打に向けてもねタイトルいけるんちゃうかっていうね、今年一気にで打撃、昨年ね苦労はしたけども今年はかなりいい感じで、5対3ね。で DeNA をね8回裏に2アウト2塁から宮崎がねセンターへのタイムリーヒットを打って1点返すけども、9回裏ピッチャー小澤がね、牧に先頭フォアボールを出すけども、山本送りバント成功させてワンアウト2塁ピンチで代打松尾、そして代打柴田を打ち取って、ね、ゲームセットということで逃げ切り勝ち。2番に入った長岡が4打数3安打4打点2ホーマーの大活躍、グーパーティー、まあ、長岡一人のね勝利でね勝ち切ったかな。まあ、DeNA としてはやっぱこの、ね、5回の裏ねさっきも言ったように2アウト2、3塁ここで佐野が1本出てればね勝ってた、ね、試合展開だったかなっていうね、ところはありますけども、なんとかヤクルトが粘り勝ちで、カードね3連敗を阻止したっていう戦いでした。まあ、DeNA としては、ね、ヤクルト3連勝したかったところだけども、最低でも2勝1敗の勝ち越ししたところはね大きかったんじゃないでしょうか。阪神対広島9日の試合6対3で広島の勝利というところで、広島は優勝に向けてこのね初戦の勝ちは大きい、阪神はここ一気に広島を叩いていきたかったところ、初戦負けあと2連勝しかないっていうところで大きな敗戦になりましたけれども、広島先発森ね5回79球3安打4三振2四球1失点というところで、まあ、2つのフォアボール出すけども比較的ね平均的な球数だし、しっかり腕も振れて低めの変化球も鋭かったしね、非常にいいバランスで投げ切ったと思います。グピッチね。で阪神先発村上5回99球6安打3三振1四球4失点というところで、ちょっと味方に足を引っ張られたかなっていうところでね、まあ、自責点は3ですけども、広島はね2回先制、ワンアウトから坂倉ライト前ヒット、菊池アウトになるけども矢野がセンター前ヒット、そして2アウト1塁から林のサードゴロを里照がゆっくりステップしてファーストに投げて後頭悪送球のタイムリーエラーバット、これはねもう考え時だな、ちょっと一歩過ぎ身になってる可能性が十分あるね。まあ、前のカードもねミスが起きたっていうね躍動性もあったし、まあ、その次の試合にねしっかり走塁してねそのねミスを取り返していくっていう必死さは見えたけども、このねエラーはね
ちょっと違う何かが、まあ、ここから阪神は追いかけていかなきゃいけない中で、やっぱりそのミスからの失点っていうのは避けていきたいし、サットテルもちょっと不安になってる可能性もあるから、まあ、岡田監督のポリシーに反するかもしれないけども、ここは思い切ってポジション変更も考えてもいいかもわかんないね。だからレフトに森下、ライトにもうサトテル持っていってね、もうサードを誰かは守らすとかね、まあ、渡辺でもいいしね、そういったところでちょっとね、こうもう優勝には一戦必勝になってくるから、ポリシーには反するかもしれないけど、守備の位置の交代も考えてもいいかもしれないような、ここ最近の悪送球ちょっと一歩気味かもね。そして3回の表広島はね、秋山の馬が連続ヒットで、琴ノが送りバントを決めてワンアウト2、3塁から、末金がね時にもう内容後ろ下がってたからね、まあ、ショートゴロの間に1点入って、ツーアウト3塁から坂倉の、タイムリー内野安打っていうところで一気に3対 で4回にもね、秋山がタイムリーヒットを打って4対0ともいきなりね襲いかかってビッグチャンスね。しかし4回表もね、先頭の矢野が12球粘ってからのねフォアボールだからね、非常に価値あるよね。で阪神はね、5回裏にね中野センタータイムリーツーベースっていうところで1点返すけども、広島は7回に小園のタイムリー、そして8回に野間のタイムリーっていうところで先制中押し球しっかり取って6点で、阪神はね8回裏に森下のタイムリー、そして大山の内野ゴロの間に1点入れて3点差に追いつくけども、このツーアウト1塁からのね原口のショートゴロ、矢野のスーパープレー、グッペーね、このね A クラス争いの優勝争いの中で守備のね差が勝敗にね、まあ、直結はしてないけども、やっぱ流れを呼び込むっていうのがあるからね、そういったところではこの矢野のプレーは本当にね素晴らしかったね、本当にねビッググーナイスプレーでしたね。でしっかりね、9回裏はね、阪神をね三者凡退に、栗林が抑えて、6対3、広島としては16安打で6点取って、先制中押しダメよし、フォアボールで粘りながらランナー出塁して相手のミスをねついてしっかりね得点をしていくというところでは素晴らしかったけどもね、けどもね、この5回裏のね阪神の1点の失点ね、広島サイドからするとワンアウト1塁からね渡辺のサードゴロを小園がファンブルエラーというところで、ここねこういったミスで最後中野のタイムリーヒット打たれてるからね、まあ、両チームちょっとミスがあったけどもね、次の日に向けてはしっかりね修正していかなきゃいけないし、阪神としてはちょっとポジショニング変更も考えてもいいかな、まあ明日以降ねどうなるのかもう一回ね見ていきましょう。初戦はね広島の6対3先勝でした。阪神対広島10日の試合1対5で広島の勝利ということで、このカード広島の2連勝阪神2連敗対応3連敗だけは避けなきゃいけない。その中で広島先発森下9回116球5安打7三振2四球1デッドボール1失点で見事関東勝利5ページ、ね、で阪神先発大竹6回3分の2112球7安打2三振2四球4失点、まあカープもねそんな言うほどチャンスなかったけども、そのね少ないチャンスの中でやっぱ連打っていうのがね大きかったね。広島は、2回ね先頭末金フォアボールで坂倉ライト前ヒットで、菊池は送りバントを決めてワンアウト一塁から、堂林の打席インコースになった球が、逆球で真ん中に入ってね初球を見事に、堂林センターオーバーの、タイムリーツーベースで2点先制ね。で阪神もね、2回裏先頭大山レフト前ヒットで前川木浪がアウトになるけども、でも大山レフト前レフトオーバーしてんのにシングル、まあ俺も足遅かったから気持ちもわからんでもないけども、ちょっとアグレッシブさがないんちゃうかっていうね。しかしツーアウト一塁になって坂本がツーベース、ツーアウト二三塁から大竹がね、ライト前ヒットというところで大竹森下明治対早稲田の戦いっていうね、バッティングも両チームいいですよと。でここで、まあ、1点返してっていうねいうところもあるけども、まあ、この試合ね昨日からの続きになるけども、まあ、この試合もサードねサードステル出るんだけども、この2回ね、2アウト3塁から相澤のサードゴロねワンパンで投げて若干それて、まあ、結果アウトになったけども、ちょっと不安あるよね。あとね何回だったかな、あ6回や6回の表のね4番末金のサードゴロ、ここジャンピングスローしてねいい形だったけど、だからもうね今の防ぎ方で言うと取ってワンステップツーステップとかしちゃダメ、もう取ったらすぐ投げた方がいいと思う。だいたいね余裕かましてる時に送球って悪送球になることが多いから、まあ俺はコンバートも一つあんちゃうかと思うけども、このまま行くんだったらやっぱり処方箋としてはやっぱりねゆっくり投げない、もうパンパンパンみたいなもう流れで投げていくとミスすることも少ないから、そういったところはね気にして送球していくような形が必要かなとね。
で、広島も阪神もね、このまま 3-4-5-6 とね、なかなか、ランナーも出すけども、なかなかチャンスらしいチャンスもないね。で、阪神も 3-4 と三者凡退で、5回にはね、ワンアウトから大谷がセンター前出るけども、中野 4-6-3 ダブルプレーとね、ちょっとまたね、阪神がダブルプレー祭りになってきてるっていうところはあるけどもね。で、2対1、次の1点どっちが取りに行くかっていうところで、広島は7回表ワンアウトから菊池と大林連続ヒットで、ワンアウト1塁で、森下三振するけども、ツーアウト1塁から相澤がね、レフトへタイムリーヒットで、秋山フォアボールになって、ツーアウト満塁から矢野がね、詰まりながらもレフトへタイムリーヒットで、一気に2点で4対1。で、9回にもね、ツーアウト2塁から秋山がね、ピッチャー漆原からレフトへね、タイムリーヒットを打って5点目。2回7回9回と先制中押しダメ押し、完璧な得点シーン、グッピグッパってね、まあ、これも全部ね、やっぱりこの集中打だからね。その他ね、広島も3回で矢野がツーベース打つけども後続続かず、で4-5-6とね、三者凡退だからね、そういった意味では集中打がね、カープには生きた。阪神はね、まあ、ダブルプレー祭りってさっきも言ったけども、7回にもね、先頭前がデッドボールで出るけども、ワンアウト1塁から坂本が 4-6-3 ダブルプレーね。で、9回にもね、先頭森下がフォアボールで出るけども、ワンアウト1塁から最後大山が 4-6-3 ダブルプレーでゲームセットというところで、連打が続かず2連敗はかなり痛い阪神にとったら連敗。逆に広島はこの2連勝で一気にね、首位独走体制取りでいきたい大きな2連勝だったと思います。阪神対広島4対0で11日の試合、阪神の完封勝利ということで、この試合負けていたら自力 V 消滅っていう中でね、広島に3連敗するわけではいかないというところで、この連敗ストップに託したのが1000日以上ぶりの怪我から復帰した高橋遥人。5回89球4安打7三振2四球無失点グッピッチ。こんなに怪我で離脱してるのにこんないいピッチングできるって本当すごいよ。今現状でも本当にね、もっともっと良くなってくると思うの。復帰していけばね、もっと体力も出てくるし、もう左の日本のトップ5には絶対入る今現状。それぐらいね、まあ、球速はマックス149キロ、で、まあ、常時は6、7ぐらいかな、まあ、5切る時もあったけどもね、平均的には6、7ぐらいかなというピッチングでね、まあ、真っ直ぐカット、あのツーシームなどもしっかり投げ切ってね、もう150キロ出てないんだっていうね、見た感じは出てるようなね、腕のしなり、変化球振り曲がるからね、非常に素晴らしいピッチング。で、広島先発クリアレン3回46球4安打2三振1四球2失点というところで、まあ、点も取られてね、チャンスが来たから大体出てしまったんでね、ちょっと短いイニングは仕方ないかなと。阪神はね、初回に先制、近本ツーベース、中野がセカンドゴロできっちり進塁打を打って、まあ、こういうのがね、やっぱり阪神の得点パターンだからね、こう近本が出て中野が進塁打っていうね。で、ワンアウト3塁から森下がセンターへタイムリーヒット、で、サドテルがセカンドゴロでアウトになってランナー入れ替わるけども、ツーアウト1塁から大山のレフトタイムリーツーベースで、佐藤がしっかりホームに帰ってきて、2点先制ね。で、高橋遥人は、初回ね、中村野間を連続三振、そして小園にヒットは打てるけども末金三振とね、上々滑り出し、で、2回にも2ワンアウトからね、堂林にレフト前ヒット打たれるけども、菊池を1-6-3ダブルプレー。3回にもね、矢野のヒット、そして野間のフォアボール出すけども、小園のショートフライとね、しっかりピンチになるけども打ち取って。で、4回表、ね、2アウトから堂林のサードゴロをサドテルが3塁へジャンピングスローして悪送球。で、菊池レフト前、矢野フォアボール。で、ここ代打石原のところでね、最後、ぶれまかったね、あのカンプ。あれすごかったよ。膝も取れない。崩れ落ちる三振だったからね、クッピチ。これね、サトテル、俺やっぱりね、何回も言うけどね、こう3連戦ずっと言ってるけど、守備位置転向した方がいいんちゃうか。多分ね、守備の悪い影響があんだけ打撃調子良かったのに、一気にこの広島戦16打数1安打しか打ててないのよ。その前のヤクルト戦は11打数4安打だからね。そういう意味でもこの守備のマイナスの影響はこれ打撃にも来てんちゃうかって俺思うんだけど、どうなんやろな。本人も不安やしな。バッティングを生かすためにちょっとの間コンバートでも俺はいいと思うけどね、まあ、ここなんとかね、高橋宏斗踏ん張って4回のはね、栗に代わって黒原前川がね、ライトスタンドでホームラン3点目。で、8回にもね、大山がレフトスタンドでホームランというところで先制中押したもししっかりね、取り切って攻撃としては完璧で、ピッチャーもね、高橋遥人5回投げて、で6回から石
桐敷ゲラで最後岩崎とね、完璧なリリーフでグッピッチね、タイガースとしては完璧な勝利でなんとかね3連敗阻止っていうところでは素晴らしいね試合展開だったと思います。佐藤輝だけが心配、やっぱ守備の影響が打撃に来てるんじゃないのか。タイガースファンの皆さんどうですか。まあ、結果はね、でも広島2勝1敗で勝ち越し、これはね、広島にとったらかなり大きな勝ち越しになったと思います。中日対巨人、9日の試合9対2で中日の勝ちというところで先勝。ジャイアンツは今下位に沈む中日に初戦負けたのは痛い。せっかく広島1勝1敗1分けで波に乗ってきたかと思ったら、その波をすぐさまね捨てるっていう中では、巨人先発ね、マタギね、1回28球4安打、三振ゼロ、2四球5失点。そして2番手高橋で3回76球6安打1三振2四球4失点というところで序盤に9失点。これはもうなすすべなしね。中日初回の攻撃ね、先頭岡林ね、フォアボール、そしてここでね、牽制に引っかかって岡林アウト、バーンと、これで流れね、切れて、またぎもね、ここから落ち着いていけるかなと思ったら、福永ストレートのフォアボール、でワンアウト一塁からカリステライト前ヒットの、ワンアウト一塁から細川が左中間にスリーランホームラン、で石川レフトへツーベース、で村松ショートゴロでアウトになるけども、ツーアウト三塁から木下が左中間へツーランホームランで一気に5点。もうまたぎ相手を抑えるとか攻めていくとかいう全くなし、もうストライク取るのに精一杯で、それが甘め甘めになってドラゴンズ打線が見逃してくれず、しっかり仕留め切ったっていうところは大きかったし、3回にも高橋礼からね、ワンアウトで石川センター前、そして村松がタイムリースリーベースで6点目、で4回にはね、小笠原が、センターフライでアウトになって、まあ、ここも10球粘ってたからね、そういったところも高橋でもなんかピリッとしなかったなっていうね。で岡林福永連続ヒットで、ここでね、ワンアウト1、3塁から福永が盗塁して2、3塁カリステタイムリーで、細川フォアボール、ここも13球粘ってね、で石川がセンタータイムリーヒットで一気に9対0、4回で9対0ね。でジャイアンツは5回にね、吉川のタイムリー、そして6回に大城のタイムリーで2点返すけどもね、まあ序盤の9失点は痛すぎたっていうね、ところでジャイアンツとしては完敗。あとやっぱり気になったのは5回2アウト1塁からね、吉川がタイムリーツーベースを打つんだけども、ね、ファーストランナーの丸がホームに帰ってきてね、吉川は3塁狙ってタッチアウト、バット、まあ逆転できないと思うよさすがにね、9対1からね。でもやっぱりその、ね、1点ずつの積み重ねやから、あそこを無駄に三塁狙ってアウトになったらダメなのよ、勢い任せにね。あそこはセカンドに止まっておけばね、吉川の次のねヘルナンデスがひょっとしたらホームランを打ってね9対3になるかもしれないし、まあ、それでもなかなかね難しい点差だけども、まあ、そういったところねちょっとずつやっていかないと、もう負けは負けでもね負け方っていうのがあるからね、ちょっと雑なね走塁になったと思いますけども、まあ、ドラゴンズとしてはしっかりね、小笠原が8回134球10安打5三振無四球2失点としっかり踏ん張り切ってね、序盤の大量得点に恵まれてしっかりね勝ち切るっていうところでは、ドラゴンズね久しぶりのね大量得点、非常にいい試合展開だったんじゃないでしょうか。ジャイアンツはちょっと心配な、ね、初戦負けでしたね。中日対巨人、10日の試合2対0で巨人の勝利。前日負けているだけに2連敗許されない巨人ね。巨人先発井上、6回83球2安打9三振1球無失点グーペッチ、めちゃくちゃ良かったね。腕の振りも良かった、まっすぐの切れ味コントロールも良かった、腕振ってるから変化球のキレも抜群で、全てにおいてベストピッチじゃないのかっていうぐらいのフォームのバランスが本当に素晴らしかった、ね、その後ケラー、バルドナード、大勢が、ね、しっかり抑え切って9回を、ね、完封勝利。中日先発メヒア5回90球6番手の3四球2失点、もうヘルナンデスだけにやられたね。初回2アウトから甘めに入ったカットボールで、ね、ヘルナンデスにレフトスタンドでソロホームランで、3回にはね、ワンアウトから、吉川がセンター前ヒット、そして吉川が盗塁成功して、ワンアウト一塁から今度カットボールを右中間へタイムリーツーベース、右へ左へ広角打法、グッパッて、ね、お、プロスピード広角つくんちゃうかっていうようなね。で、まあ、こっからね、ジャイアンツも6安打だからね、その後、なかなか得点に結びつけられるっていうところもあったけど、井上ね、せっかくいいピッチングしてるんだから、この4回ね、ワンアウトから8番門脇がセンター前、ここで井上がね、送りバント失敗、こういうとこきっちりやっていこう。そしたら自分のね、ピッチングに助けられるっていうところもあるからね。まあ、その後はね、なかなかチャンスらしいチャンスもなかったところはあるけども、先ほど言ったようにピッチャーがね、完璧なリリーフ。ね。中日は3安打だからね、チャンスらしいチャンスなかったよね、正直ね。まあ、さっきのね、井上同様にね、
3回、ね、中日攻撃先頭田中が、ね、フォアボール出るけどもメヒアがスリーバウンド失敗でアウト、まあ、こういったところも、ね、ちゃんとやっていかなきゃいけないんちゃうかっていうところはあるけども、まあ、3安打中日としたら完敗だね。巨人としたらなかなか、ね、打つのが、繋がっていかない中でも、ね、先発が頑張っていいところのヘルナンデスね、日本素晴らしい試合展開だったと思います。1勝1敗の5分になったのは大きい試合でした。さあ中日対巨人11日の試合1対3でジャイアンツの勝利ということで、このカードジャイアンツの2勝1敗で勝ち越し、これ大きいね。ジャイアンツはね、初戦負けたっていうのはあるけどもね、しっかり勝ち越して、しかし痛いセンターヘルナンデス手首骨折、これはかなり逆転優勝に向けてジャイアンツかなり痛いね。あの芝生とのね、こうなって佐々木も実はね、あのプロ入り1年目、これは佐々木は練習中ですけどもね、あの飛びついた打球がここここうなって、佐々木もここ骨折して、これ見てください、手術してます。めっちゃ痛いのよ、ね、まあでも仕方ないね、プレー中だからね、必死でやった結果だからね、しかもなんか突撃していったじゃないしね、起こり得るからね。だからあのヤンキースの時の松井秀喜さんもね、同じ状況だったと思うけど、まあ、かなり痛いね。まあその中でもしっかり勝ったっていうところではね、ジャイアンツ先発菅野8回3分の1、118球、9安打3三振、1四球1失点とね、あのやっぱりしっかりコーナーついて、しっかり低めに投げて、制球力ね、抜群だったね。もうなんかベテランのテクニックっていうかね、まあ前世紀みたいな剛腕でダーンって投げていく感じじゃなくて、しっかり丁寧にコースに腕振ってね、投げ切っていくっていうところは非常に素晴らしいピッチング。これで、本人11勝2敗というところで貯金9、かなりね、チームにとっても本人にとってもね、大きな勝利だったんじゃないでしょうか。いや中日先発大野ね、5回84球、6安打3三振、1球2失点、これはもう攻められないね、しっかり踏ん張って投げてね、まあ、2回のね、この坂本のタイムリーヒットも低めにね、いいところ投げ切ったけども、坂本がうまく拾って三遊間っていうところでね、2回表は先頭岡本がセンターへのツーベース、で大城がきっちりファーストゴロで進塁打打って、まあ、こういうの大事、行く進塁打、ね。で、ワンアウト3塁からね、先ほど言ったように低めに落ちる変化球をしっかりね、拾って三遊間で先制タイムリーヒット。で5回にもね、先頭の門脇がセンターへスリーベース、そして小林セカンドゴロ、菅野三振とね、ここで1点とりあえず流れ変わるかなっていうところで2アウト3塁になって、丸がね、ライト前へタイムリーヒット、グッパッティね、2点ね。で9回にもね、2アウト1、3塁から長野がね、ファーストへの内野安打っていうところでダメ押し点になって、まあ、先制中押しダメ押し、まあ、1点ずつしか取れなかったけども、まあ、効率に取り切ったっていうのも大きかったけども、この9回の表の2アウト1スタンドリーの長野のファーストゴロ、ピッチャー福ファーストゴロ打った瞬間呆然立ったまま、あのままそのまますぐにファーストベースカバー行ってたら絶対アウトだと思うね。もうベテランなんやから、そういうとこちゃんとしよう、若手のいい見本なんないね。ピッチャーは右に飛んだらすぐファーストベースカバー走る、これも鉄則ですね。結局これがね、無駄な1点になっちゃうのよ。で中日はね、まあ、ヒットも出るけども、なかなかねチャンスがないっていうね、1本出ない、まあ、2回にもね、ワンアウトから石川宗松が連続ヒットでワンアウト1塁で、こう木下の打席ね、ここフォークボール真ん中低めにちゃんと落とすね、甘いコースで低めに落ちるからね、振っちゃうのよ。で引っ掛けてサードゴロ、5-4-3ダブルプレーっていうところでピンチを出して、まあ、5回裏にもね、ワンアウトから木下にツーベース打たれるけども、まあ、板山大島をね、連続で打ち取ってね、連打を許さない。で、6回裏もツーアウトからカリステ細川がね、ヒットとツーベースで出て、ツーアウト2、3塁になるけども、石川がね、セカンドフライで打ち取られるっていうところで、ジャイアンツはね、こことの1本は出たけども、ドラゴンズはこことの1本が出ないという中で、9回裏、ね、菅野完封に向けてっていう中で、ワンアウトから細川レフト前ヒット、で石川ツーベース、でワンアウト2、3塁になって、村松がセンターにタイムリーヒットで、なおもワンアウト1、3塁、ここで3対1、先ほどの福のベースカバーがあった2対1、1点差であれば、このね、ワンアウト1、3塁から木下の打席、いろいろできたかもしれないけども、このワンアウト1、3塁になって、菅野からピッチャー大勢に変わって、で、大勢の打席でね、村松に代わって代走田中美希がしっかり盗塁で2、3塁、しかし、木下三振、代打高橋中平が三振、2者連続三振でゲームセット、大勢、グッペチ。ね。だからまあこの9回表のやっぱり無駄な失点痛かったよね。まあでもしっかりね、菅野も投げ切って取るべき点取ってね、この接戦の中勝ち切れてね、このカード勝ち切ったジャイアンツは大きいけれども、ヘルナンデスの骨折は痛い、まあね、明日含めてどうなっていくのか、試合展開はね、かなりジャイアンツにとったら重要になってくる試合になってきます。このカードはね、2勝1敗でジャイアンツの勝ち越し、これは大きな勝ち越しでしたね。ということで今日はセリーグだけの総チェック、
明日、パリーグはね、土日月で3連戦終わるんでね、明日パリーグの総チェックを出しますので、まだまだね、ちょっとね、あの動画では消化ゲームのね、ご報告もしてますけどもね、今度はね、あの動画で消化ゲームの戦い方、ファンの人の見方っていうのがあるからね、そういうね、見方っていうのがあるからね、プロ野球ね、順位ばっかりじゃないから、こっからね、また楽しい見方も動画にしてますんで、そちらもね、ぜひチェックしてください。ということで、次のカードね、セリーグは巨人阪神、これ巨人阪神かなり大事だね、東京ドームで。しかもヘルナンデスいなくなったからね、どうなるのか、サステルの守備だけが心配。ヤクルト中日ね、もうこちらはもう最下位に向けてはどっちも負けきれない。で、広島 DeNA はここね、広島に最低でも勝ち越して上位にね進出するためには、特に初戦ね、森優衣と玉村大事になってきます。カープはね、もうここしっかり勝ち越してね、もう DeNA を突き落として優勝に向けてまっしぐらっていうところを突き進んでいきたい。ということで、セリーグの今週ね、この9連戦めちゃくちゃ面白い試合が続きますから、ぜひ皆さんもね、佐々木智也の総チェックとともに楽しんでいきましょう。それではまた。Thank you.